皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。はじめまして、ファッションアーティストのひろみです。今日はこう YouTube を初めて撮るんですけれども、はい、人の、あの印象とファッションの関係について、はい、その人の持ってる印象と着てるお洋服のギャップがあるっていうことのお話をしたいなと思ってこの動画を撮っています。はい、じゃあ一緒にいるのは、はい、自己紹介。はい、私は結婚カウンセラーをやっております。それと天然石のアクセサリー作家でもあります大久保由紀と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、私聞いてもいいですか。印象のことについて聞きたいと思うんですけれども、はい、私婚活のカウンセラーやってて、うん、婚活の会員さんも自分が見せたい自分っていうのと、うん、あと本当はこういう方が合ってるのになっていうギャップがあるっていうのを私自身カウンセラーとしてお伝えすることもあるんですけれども、まあそういうのも皆さん知りたいんじゃないかなと思ってて、でプロのねひろみさんにちょっと聞きたいなっていうふうに思ってたんですね。はい、で今日は私が私自身のギャップ印象を聞かせてください。はい、はい、私は、好きな、どういうふうに思ってるかっていうよりも好きなものが、うんうん、爽やかなものが好きなんですね。うんうん、白とか、あ、こういうねストライプ白と青を見るともうすごいキュンキュンしちゃう、うん、キュンキュンしちゃって、だからすごい爽やかな服を、選ぶですね。選ぶことが多い。着るのも白青ですね。うんうんうん、まあ、プライベートは、うん、ですね。どうですか。どうですよ、ね、どうですか。まあゆきちゃんとは知り合いなので、うん、まあ、初めて会ったとして、初めて会った、洋服を着た人と初めて会った時に、うん、じゃあどういう印象を与えているのかっていうことと、はい、まあ、ゆきさんの持っている雰囲気と合っているのか、まあ、ギャップがあるのかっていうことを、うん、まあ、ちょっと客観的にねプロの視点で見るっていうことでお話ししたいんですけれども、はいはい、やっぱり皆さんの中でその服のもう第一印象というかね、うん、色とか柄とか形とかいろんなことが影響しているんですけれども、うん、はい、まあ、一番はパッと見影響があるというかあれが見えるのが色なんですよね。うん、色が一番その人に印象を強く与えることが多いって言われているんですね。うん、はい、で視覚がだいたい 87% と言われているので、はい、第一印象ね。はい、で今日今着ていただいているお洋服はさっきも言ったけど爽やかと言っているんですけれども、はい、ね、青と白のストライプ、はいはい、これは本当に王道というか一番ね、はい、うん、爽やかに見える。でまあちょっと座ってますけど、はい、ワンピースなので分量も多いっていうことですよね。はい、青と白の分量が多いっていうことなので、はい、まあそれはもうお洋服をパッと見遠くから例えばゆきさんが来た時に、はい、そのお洋服がまず目につくわけで、近くにいて顔が見えるから、はい、パッと見のお洋服の印象はやはり爽やかっていうのはもうトラザでも思う印象だと思うんですね。はい、ゆきさんがその与えたいイメージ、なりたいイメージとぴったり合ってるということにはなりますよね。はい、で、あと、まあ、細かく言うと、その、うん、形、お洋服の形、まあ、今のは座ってるけど、ワンピースで、一応肩に白っぽいカーディガンをやってるので、はい、まあ、このカーディガンの色を変えても全然違う印象になっちゃうんですけども、はい、まあ、そういうふうにトータルで合わせた時に、その爽やかさを、はい、出したいっていうのはすごくぴったりだなっていうふうに思ってます。はい、あとは、ゆきさんの髪型がその雰囲気、はい、爽やかだっていう雰囲気とどれくらいこうマッチングしてるかっていうことになると思うんですが、ゆきさんの場合は今回はその爽やかさプラスこの髪型ですと清楚さとか、うん、そのお上品さとかっていうものも出してると思うんですね。うんうん、はい、これもやっぱりショートカットの人だったりとか違うヘアスタイルだったら全然ちょっと違うイメージになるので、この黒っぽい髪でストレートなので、まっすぐっていうのはこう真面目さとか清楚さとか日本人っぽいとかいろんな印象があるので、それとプラス爽やかな印象のお洋服を着てるので、うん、清楚なお嬢さんはイメージというのを第一印象で与えていますね、うん、っていうことになります。はい、
でアクセサリーもよく見るとパールとかね、うん、そういうのつけてるので、うん、まあ、そういうふうなその小物使いとかも、はいはい、まあ、見る人はそういうところを見てチェックしてるわけですよね、はいはい、で特に、うん、まあ、女性はすごく相手のお洋服を見てるし、アクセサリーとかもすごく見てるので、うん、まあ、言わなくてもね、うんうん、すごく見てるので、その印象がぴったりだと、わー素敵ねって褒めてくれたりとか、そう、ね、してくれるので嬉しいですよね、うんうん、だから自分の印象が自分の思った通りに伝わっているかとかっていうのは、うんうん、まあ、褒めてもらえばわかるんですけど、うんうん、逆に伝わってないギャップがすごく多いっていう場合は、うんうん、あまりこうアクションがない、相手のアクションがない場合もありますよね。わかる、ね、あんまりこの格好で褒められない実際褒められない、あ、そう、褒められない、あ、そうなんだ。この爽やか系は私が好きなだけで、うんうん、あのすごい似合ってるねとか言われたことがない、うん、あ、そうなんだ、はい、お洋服は気に入ってるけど外からはあんまり言われない、すごい似合うねって言われたことない、うん、これって結構あるあるですよね。自分がすごい気に入って、いい感じと思ったけど、うん、あんまりリアクション少ないなみたいな時ってあるから、じゃあそれってどうなんだろう、相手も言いにくいし、自分もどうなのとも言いにくいからね。そういうのを知りたい、知りたい多いですよね。知りたいですね。ね、本当のことを知りたいか、はい、ね、うんうん。その印象のイメージと本当の自分と、うん、いうか持ってる印象のイメージのギャップがあるかないか、うんうんうん、合ってるかどうかとかっていうのは、うんうん、やっぱり客観的に見て、うんうん、まあ、ある程度見る目がある人というか、うんうん、センスのある人とかね、うんうん、信頼できる人とかに言ってもらうと、うんうん、やっぱり自信につながるし、ね、うん、分かんないまま行っちゃうとそのままで終わっちゃうので、うんうんうん、ね、もしこういう例えばデートの時、ね、相手にどう思われるかとかね、うんうん、働く時とか就活の時とか、うんうん、婚活の時とか、うん、その TPO によって、うん、やっぱどう思われるかすごく気になる部分だと思うんだけど、ね、うん、やっぱりそれを知る術があまりないというか ね、 ないね、自分の中の自己判断で終わってる人がやっぱり多かったりするし、だからそういう機会があるとね、やっぱりいいのかなと思って、こう気軽に自分の見た目とイメージとのギャップがあるかどうか知りたいなっていう人がいるのかなっていうのでから話がね始まったんですよ ね、 そうですね。いや絶対いますよ、だって私自身も知りたいし、その合う、自分が好きっていうだけで着てるですよね、うんうんうん、私は爽やかな、うんうん、もう白と青を見るとキュンキュンするっていうだけで着てる、うんうん、けどそれが合うかどうかっていうのはまた違う話で、うんうん、そんなにこの感じが褒められないんだとしたら、うん、ものすごい自分に合うものを着て、いやまた別のジャンルだとものすごい褒められるものもあるんですよ実はね、うん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 、きっとそっちの方が合ってるのかなっていうのね、うんうんうん、ありますね。そうだね、なんかいろんなファッションの場合はこれだけ着ればいいっていうことじゃなくって、うんうん、やっぱり TPO に合わせてこう切り替えていった方がやっぱりいいんですよね、うん、すごい気分もあるから、うん、今日はこれが着たいっていう気分を優先するときと、うんうん、こういう人に合うからこういうシチュエーションだからこう好印象を与えたいっていうので選ぶ服がやっぱり違うというか分けて考えるとすごくこうストレスなくファッションを楽しめるっていうことができるので、そういうのはすごくいいなと思って、まあ聞きたい方をぜひ募集しようかなってちょっと思ってるんですよね。はい、けど、まあ、ちょっと今の話を聞いて自分もちょっとやってみたい、知りたいっていう方にあのファッションギャップ度チェックっていうね、その着てる服と、はい、ご自分の印象、もしくはなりたい印象とのギャップがどれくらいあるのかっていう診断を、まあ、オンラインとかね、こういうので20分ぐらいで、はい、私がプロの目線でこういうところが合ってますよ、ギャップが何パーセントぐらいでしょとかっていうのをお知らせする診断のをちょっとやってみようと思っていて、はい、でそのモニターさんも今これからちょっと募集しようかなと思っているので、まあ、興味ある方はぜひその概要欄のところまで、ね、チェックしてみてください、はい、じゃあ1回目はこれで、じゃあ、これで、ね、うん、終わりにして、じゃあ次はね、ゆきちゃんがじゃあどういうイメージがもっと合ってるとかというか、はい、そういうのを今度こうアドバイスというかね、はい、あれしたいと思います、はい、じゃあ今日は1回目はこれで終わりにします、はい、じゃあまたありがとうございます、はい、また見てください。はい。Thank you.